府中カントリークラブは東京都多摩市にあるゴルフ場である。赤星志郎は1953年7月20日東京の銀座にゴルフ練習場とベビーゴルフ場を経営する銀座ミネチュアゴルフ株式会社を設立した場所は銀座2丁目の銀座カンビルの屋上施設である。しかし設立からわずか2年で経営難に陥った。 それを救ったのが、札幌グランドホテルの社長、岩田彦次郎だった。岩田は、相模カンツリークラブ会場、設計、赤星六郎の会員で、四四分六の実定である。岩田は、銀座ミネチュアゴルフを買収し、銀座カンビルの屋上に4レーンのボーリング場と、レストラン、集会場、タウンクラブを作り、千名を超えるスポーツマンクラブを開設した。岩田彦次郎は、 新たなゴルフ場の建設に急展開した。1958年3月、建設用地を東京都南多摩郡多摩村の約27万坪を決定し、コース設計を戦前の武蔵野間ツリークラブ会場、1944年閉鎖、設計、大谷光明、赤星六郎、時代の知人である富澤誠作りに依頼した。 銀座ミネチュアゴルフ社長の岩田は会長に退き、相模カンツリークラブの佐藤徹が社長に就任した。同年10月、クラブの名称を府中カントリークラブに決定し、同年12月、造成工事を着工し、翌1959年4月、クラブハウスを着工した。1959年11月3日、造成工事が完成し、18ホール、 6840ヤード、パー72規模のゴルフ場が開場された。1965年7月、創業理事長の佐藤徹が退社し、二代目理事長に岩田富夫が就任した。1965年12月、多摩ニュータウン計画が発表された、八王子中心に912万坪、11万個、41万人の大規模な計画である。 1968年8月、都知事の見延良吉が農家だけに土地を提供を求めるものではない。府中カントリークラブ、東京国際ゴルフクラブ会場、設計、赤星志郎も買収の対象と講演会で発言した。都知事発言により、府中カントリークラブは18ホールのコースから練習場に東京国際ゴルフクラブは27ホールのコースから ホールを買収されたその後、1972年、田中内閣が登場し、列島改造論で、事態は一変した、地価が高騰し、東京都による、府中カントリークラブの買収が不可能になり、九市に一生を得た。郵便番号206-0036東京都、多摩市中沢1丁目41番1号鉄道道路。ありがとうございます。